俺の作ったギアが最強だ。それを今から証明してやる。さあ、会場の皆さん、お待たせいたしました。第1回ワールドドリームカップの開始だ。今大会は1対1のギアファイトで勝敗を決めていく。まずは1ラウンド制の予選ブロックを勝ち進み、各ブロックの勝者が決勝トーナメントに進出。全勝もしくは1敗で決勝へ進むことができるぞ。決勝トーナメントはギアファイトを3ラウンド戦い、最終的な勝者がこのトーナメントの優勝者となるのだ。さらに今回は特別ルールを用意している。勝者は敗者のクラッシュギアのパーツを自分のものにすることができるサバイバルマッチ。勝ち進むごとに強くなっていくクラッシュギア、そのギア同士が決勝で壮絶にぶつかることになる。今までにないギアファイトに場内はエキサイトすること間違いなし。海外からのファイターも多数参加しているこの大会。さあ、彼らを紹介するぞ。スクリーンに注目してくれ。予選 A ブロックに出場するファイターの紹介だ。驚異の VT シャーシを持つガイキ、それを操るファイターはこの人、マンガンジタケシ。スピードファイトを得意としている華麗なるファイター、マルメイクロード。名門チームクリフォンからはこのファイター、大森美月の出場だ。ギアマスターの称号を持つ少年、ファイターとしての腕もトップクラス、ジン・キョウスケ。アイキーテンタコルを持ってバーニングオクトパスから参戦のタコヤマ太郎。パワーファイトとマシンコントロールは侮れないオリザ・ジロー。以上の6名が総当たりで予選ブロックを勝ち進む。激しいファイトが予想されるぞ。1回戦はこの2人の激突だ。さあ、もうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。さあ、このファイトは溶岩リングでの戦いだ。グリップ力は倍化するがスピンには向かないぞ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。負けへんで。ギアファイトセットアップ、レディーゴー。Yeah!
ウィナー陣丈介。圧倒的な力でねじ伏せる、それが俺のギアファイトだ。ルールにより勝者は敗者のパーツを手に入れることができるのだが、おっと、このテンタコルはレギュレーション違反をしているようだ。このパーツは使用できないぞ。さあ、次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。次のファイトはこの二人の対戦だ。さあ、もうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。今回は公式リングでの戦いだ。思う存分ギアの能力を発揮してくれ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。俺のセッティングに隙はないぜ。この勝負必ず勝つ。ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。
ィナー、陣恭介。見たか、俺の実力を。ルールにより、勝者は敗者のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ、次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。